皆さん、おはようございます。昭和55年度卒業の大栗博でございます。スライドを映していただけますでしょうか。これも先ほどの式典、感動的でしたね。私は特に書道部のパフォーマンスを見て思わず涙が出ました。あのように感動的なパフォーマンスをお見せすることはできないかもしれませんが、特に今日ご出席の生徒の方々にですね、将来のキャリアに参考になるようなお話ができれば嬉しいなと思っております。それで先ほど自己紹介は自分でせというふうに堀君に言われましたので、自己紹介から始めますが、私はアメリカの、カリフォルニア工科大学、ここに見えますよね、カリフォルニア工科大学というところで、これロサンゼルスの近郊にあるんですが、教授と理論物理学研究所の所長をしておりまして、それで今月まで東京大学のカブリ数物連携宇宙研究機構というところの機構長をしておりました。3日前に交代式があって、機構長の任を任期満了で退任いたしまして、今は教授に戻っております。で、あとアメリカのコロラド州にアスペン物理学センター、これ後でちょっと出てくるんですが、そこの理事長とかいうのもやっておりまして、あとサイモンズ財団から支援を受けた研究もしております。で、専門は理論物理学、先ほど物理学ってご紹介いただきましたが、特に素粒子論というのを研究しております。でもうかれこれ30年ぐらい、カリフォルニアで教鞭をとっておるわけです。詳しいことは、ここになんかウェブサイトとか YouTube ページとかありますので、よろしければ、ご覧ください。で、物理学っていうと、なんか難しいなと思われる方もいらっしゃるみたいで、特に初体験、初めて会った人にですね、物理をやってまして自己紹介すると、高校の時に難しかった、苦手だったってよく言われることもあるんですよね。で、物理学っていうのは、とにかく一つ重要、物理学の定義は何かというと、それは基本原理に戻って考えるということが、物理の考え方の基礎ですね。科学の分野にいろいろあって、生物とか、それから地学とかあるんですが、これは各々研究する対象が名前になってるんですね。生物っていうのは生き物を研究する。地学っていうのは地球のことを研究するのが学問なんですが、物理学っていうのは、なんか物理学の対象っていうのが決まってるわけじゃなくって、何でも基本法則に遡って、そこから導いて研究することができると。そういう研究のスタイルのことを物理学と言ってるんですね。で、これは実はだから例えば斜面を滑車が登ったり降りたりするとかですね、そういうことだけじゃなくて、いろんなことに役に立つわけで、例えばこの皆さんのご存知かもしれませんが、イーロン・マスクっていう人がいますよね。で、スペース X であるとか、テスラとか、最近オープン AI なんかにも投資してるんですが、彼は実は大学で物理学を専攻したんですね。正確には物理学と経済学をダブルメジャーしたんですが、そういうこともあって、10年ぐらい前にアメリカ物理学会誌にこうインタビューをされたことがあってですね。で、これ実は彼がですね、物理を勉強したことが役に立ったと。で、特に、授業なんかでも新しい地平を切り開いたり、本当の意味でのイノベーションを起こそうとするときには、その物理のアプローチであるところの基本原理に基づいていくということが非常に重要になると。で、どの分野にせよ、その最も基本的な真理を見つけて、そこから考え直さなければいけない。で、それが自分の仕事にどういうふうに役に立ったかっていうのは、このインタビューでこう話している。結構面白いインタビュー。最近なんか彼の伝記とかも出てますよね。それにもちょっとこういう話が出てきています。で、私の物理学、特にこの理論物理学の、原初体験っていうのは、これは中日ビルの展望レストランから地球の大きさを測ったっていうことがあるんですね。で、これをちょっとご紹介したいと思います。これまだ小学校の高学年の時なんですけれども、これ算数の時間にですね、図形の相似っていうのを習ったんですよね。で、相似の図形だと、辺の比が一緒だとか、そういうことを習ったんですが、それを使って、これは実は僕の小学校、もう今ないんですけども、明徳小学校っていうんですけど、これ Google マップから撮った写真なんですが、その横にこの電波塔があるんですね。で、これの高さを測ろうっていうのをやったんですよ。小学校の算数の授業でね。で、これ相似を使えば、こう、わかるわけですね。ここの角度を決めて、で、ここに人が1メーターちょっとあって、で、もうそこの電波塔までの距離がわかれば高さがわかると。で、面白いじゃないかと、こう思ったわけです。それでですね、名古屋に中日ビルっていうのがあってですね、今ちょっと改装中だと思うんですが、中日新聞の本社ビルですね。この屋上に、この回転展望レストランっていうのがあってですね、これ私はここが大好きで、よく家族でお昼ご飯をここで連れて行ってもらったりしたんですけれども、ちょっとこういうふうなふうに見えるって、これはちょっと違う写真なんですが、これ地平線がこう見えるでしょ？で、ここまでどのくらいの距離かなって思ったんですよ。で、そのちょっと前にこういうことをやったもんですから、
同じような考え方で地平線までの距離が分かるんじゃないかなと思って一生懸命考えたんですね。で、こうレストランこれをぐるっと1回転して元のところに戻ってくる間に、あ、そうかと、だから地平線までの距離っていうのは今の相似の考え方をすると、ビルの高さと地球の半径っていうのをかけるんですね。かけて平方根をと。これは数学では幾何平均というんですが、それをすると計算できるということを思いついたんですね。で、これはちょっともう少しきちっと説明すると、算数の時間なんですが、これ地球で、これが半径なんですが、ここにこう三角形を書いてですね、この2つの三角形が相似なので、こういう等式が導けるということに気がついたんですね。これが実は小学生だったんで、ちょっとミスがあってですね、実はこの CD っていうのは、ビルの高さではなくて、ビルの高さのほぼ2倍なんで、この2っていうのをこう忘れてたんですが、まあ、これは地平線までの距離の事情がビルの高さと地球の半径の積に等しいという、そういう公式を思いついたんですね。で、これはすごいと。これで地球の半径が分かると思ったんですが、地平線までの距離をこれが分かれば分かると思ったんですが、地球の半径を知らないんですよね。もちろん小学生ですからね。で、これ、せっかく式を導いたけど、役に立たないなと思ったんですけど、実はこの地平線の近くにですね、父の実家って木曽川の犬山の対岸の鵜沼っていうところなんですが、そこら辺が、こうちょっと、ここら辺が、そこら辺みたいな感じだったんですね。で、地平線までどのくらいの、だから鵜沼までここからどのくらいの距離ってお父さんに聞いたらですね、教えてくれて、で、それを使うとですね、実は地平線までの距離が分かってると、それを事情してビルの高さで割ってやると地球の半径は分かるじゃないかということに気がついたんですね。で、これは面白いと思って計算して家に帰って百科事典を見たら、まあ、2とか忘れてましたから、それであんまり正確な数字ではなかったんですけど、桁数ぐらい合ってたんですよね。では、これはなんと素晴らしいことかと、自己満足ですが、つまりこう、ただ単に窓から見える景色だけをこうやって見てですね、それでよくよく考えて、簡単な計算をすると、地球の大きさが分かると。地球の大きさっていうのは、まあ、本当、まあ、基本的な量だと思うんですが、そんなものが、こういうふうな観察と、それから思考で分かるということに、まあ、非常に強い感銘を受けたというのが私の原体験でございます。それでですね、それでもって、そのなんていうか、この世界にはそういう、まあ、真実というものがあって、それで私たちはそれを知ることができるんだという、そういうまあ、強い印象を得たわけですね。で、できればそういう真実を理解していくことを、この人生でしていきたいと、まあ、その時に思ったわけであります。で、幸いにして岐阜高校に行くことができて、これで、まあ、ある意味で私の世界の窓が開いたというふうに非常に感謝しておりまして、今回この150周年という栄えある機会にですね、お話をさせていただくことに感謝しております。ありがとうございます。で、私が行った頃は、まあ、この旧校舎でありまして、まあ、いろいろに、岐阜高校には、まあ、有名な卒業生がいるんですけども、私の分野ですと、やはり近代数学の父、高木悌司が一流の卒業生ですね。で、それが実は、私が岐阜高校に行くことにとっても喜んでくれたのは私の祖母でして、祖母は岐阜は、まあ、岐阜高、男女共学になる前の、岐阜県、高等女子学校ですか、の、卒業生だったんですね。で、これ、先ほどこれをいただいたんですが、ここに100周年のこの技巧100年史っていうのをここにこう書いてあるんですが、うちに1冊あります。それで、ですからもう、もちろん祖母はもう亡くなってしまったんですが、こういう150周年の機会にですね、このように参加させていただけることに、祖母も喜んでいることと思います。ありがとうございます。で、まあ、特にですね、岐阜高校に行って、まあ、非常に私が、その私の総合の人生に非常に重要だったことの一つに、まあ、さまざまな古典に出会うことができたっていうことがあります。で、ちょっと難しい話で、これすぐ終わるんですけれども、一つは倫理社会の授業で、まあ、いろんな哲学者の名前を知って、その古典を読むことができた。で、先ほど私はこの世界には真実があって、私たちはそれを知ることができるということを申しましたけれども、まあ、アリストテレスもですね、すべての人間は生まれつき知ることを欲する。だから知るということが人間の基本的な機能であって、
それを高めるということが、まあ、人生を豊かにするということを、まあ、アリストテレスは言ってるんですね。で、じゃあどうしたらそういうその知ることができるか、正しい知識を得ることができるかということで、このデカルトの方法序説というのを読むとですね、名称的に真であると認めることなしにはいかなることをも真であるとは受け取ってはいけないという、そういうまあ真実へのアプローチの仕方というのを教えてくれているわけです。で、じゃあそういうふうにして私たちにはどういうことを知ることができるかっていうことにも興味があってですね。で、こう、エマニュエル・カント、これはですね、とっても難しく、特に高校生には難しくて歯が立たなかったんですが、このちょっと読むとですね、やっぱり彼は非常にこう、よくよく考えて私たちは一体どういうことを知ることができるか。で、その中で私たちはどう、知ら、あの、限られたことしか知られ、知ることができないのに、そこの中で私たちは何をなすべきか。で、私たちは何を望みうるかと。まあ、そういうことをまあ一生懸命考えていた。で、特にこうカントはですね、私もなんか納得できなかったし、よくわからないところもあったんですが、こういうことを一生懸命考えるという、そういう機会になりました。で、またですね、国語や英語の授業では、こう表現の美しさをめでてですね、まあ、様々な考えを伝えるという方法を学んだんですね。やはり自分の、知識を得て自分の力で考えてそれを表現するということが、まあ、高校で学ぶ最も重要なことかなと私は思っております。で、ここに、まあ、特にですね、古典を覚えるというのは、まあ、特になんか役に立つなと僕は思ったんですけれども、高校の時間にでもですね、例えば日本の様々な古典を覚えさせられたりしたことがありますよね。皆さんも例えば松尾芭蕉の奥の細道の出だしの部分とか多分言えるんじゃないかと思いますが、平家物語の最初のところとかね、これも美しい文章で、紀貫之が書いたとされる古今和歌集の仮名ですね、大和心は人の心を種として、よろずのことの鳩となりけると。人の言葉を種として、そこから芽が出て、それで事の葉となるということから始まった文章なんですが、それに続いて、この言葉の力というものを、まあ、非常に美しい、説得力のある言葉で言ってますね。ちょっと読んでみますね。力をも入れずして雨土を動かし、目に見えぬ鬼神をも哀れと思わせ、男も男女の仲をも和らげ、たけき者の負の心をも慰むるは歌なり。この男女の仲をも和らげっていうところがいいですね。こういう言葉の力というのをですね、まあ、説得力を持って伝えるという、こういう、まあ、古典の例をですね、いろいろ学ばせていただいたっていうのは本当に良かったなと思っています。で、この古典に学ぶっていうのは私の研究にもいろんなところで役に立ってですね、これは去年、日経新聞の読書欄にこうリーダーの本棚っていうので掲載していただいたインタビュー記事なんですが、その時にここで紹介している様々な古典の本っていうのも、岐阜高校で出会った本でした。で、先ほどもちょっと簡単に触れましたが、私は高校や大学の勉強の目標っていうのは、まあ、ここに高校生の、岐阜高校生の方もたくさんいらっしゃっていると思いますが、3つあるというふうに思っています。で、一つは自分の力で考える、自分の頭で考える力を伸ばすということ。で、それから必要な知識や、そのために必要な知識や技術を身につけるということ。それからそれを、で、理解したことを言葉で伝える力を伸ばすと。この三つが、まあ、重要なことかなというふうに思っています。で、数学っていうのは、まあ、特にこの自分の頭で考える力を伸ばすっていうことが重要なんですね。だから、よく数学って何のために勉強するんだろうと、特にまあ、社会に出てですね、あんまり数学使わないような分野に行く方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、実は数学っていうのはただ二次方程式を解くために勉強するんではなくて、その自分の頭でその論理的に考えて理解するということを学ぶ学問でもあるんですね。で、だから二次方程式の解の解き方っていうのは、どんな偉い政治家とかですが、言ってもですね、どんな偉い宗教学者が言ってもそれが正しいわけではなくて、自分が納得しないと正しくないわけですね。で、その方法を学ぶ練習っていうのが、まあ、一つ数学なのかなと思っています。で、しかしですね、まあ、自分の頭で考えるって言っても、何にもその知識もなしで自分の考えで頭で考えても、あまり役に立つことは出てこないし、まあ、場合によってはなんか有害なこともあるんですよね。最近よく陰謀論であるとかですね、インターネットでいろんなフェイクな情報がありますが、それはやはり知識がなくて自分の頭で考えちゃうと危険であるということ。ですから、この1と2っていうのは、まあ、車の両輪のように重要なことかなというふうに思っております。で、まあ、そのようにしてですね、
岐阜高校でさまざまな古典に触れ、それから物事の考え方を学び、知識を得たことで、私はある意味で自由にしていただいたと。実は今回の150周年のですね、テーマというのは、アンリッシュはポシビリティであるというふうにお聞きしますが、アンリッシュっていうのは、リッシュ、つまり、くびきを立つという意味だと理解してるんですね。で、これはまさに、岐阜高校の教育によって、皆さんを自由にすると、世界に羽ばたかせると、そういうことだと思います。で、これは、ヨハネによる福音書に書かれている言葉なんですが、そういう審議をすることで、自由になると。だから岐阜高校はそういう皆さんを自由にしてくださる場所であるというふうに感じました。で、また岐阜高校で得たもう一つの財産っていうのは、友達ですね。先ほど私を紹介してくれた教育長の堀君っていうのも同級生なんですが、実は高校卒業してから同級生と何度も会う機会があって、いろいろインスピレーションを得ることもあったんですけれども、ここに2つ写真がありますが、こちらは実はこの私が出版しました科学解説に対して講談社から科学出版賞というのをいただいたことがありまして、その時にいろんな高校の時の友達が集まってきてくれましたね。日比野先生も来てくださったんですが、ここにいらっしゃるのは選考委員長でノーベル賞を受賞された小林誠先生ですね。それからあとこちらはですね、先ほど中日ビルの展望レストランで地球の大きさを測ったっていう話をしましたけれども、その中日新聞が出している中日文化賞というのをいただいた時の写真なんですが、その時も有馬君ですとかですね、先ほどの教育長の堀君ですとか、皆さん来ていただきまして、本当に友達というのはありがたいものだなと思いました。で、これはその堀君が教育長になった時の写真ですね。2年半前ですか。で、これは今年の写真なんですけれども、ここに真ん中にいるのがこの有馬君って言って、今名古屋大学医学部の内分泌科の教授をしていて、それで日本内分泌学会の代表理事をされて、で、名古屋大学で、その学会総会をしたときに、私とそれからここにいる宮脇君を特別講演で呼んでくださったんですね。宮脇君っていうのはもう同級生でして、で、彼は本当に紫綬褒章とか学士院賞とかを受賞したような偉大な学者で、実は今日いらここ僕はちょっとその会場暗くて見えないですが、今日いらしているそうなので、とても楽しみに、後で会うことをとても楽しみにしています。で、宮城君とはちょっと面白いエピソードがありましてですね、先ほど小林誠先生がノーベル賞を取ったって話をしましたけれども、その小林誠先生がノーベル賞を取った、これは2009年ですかね、に実は日本では物理学賞で南部陽一郎、小林誠、益川敏英で3名の、日本出身者がノーベル賞を取り、それから生物学賞、医学生理学賞では、下山先生がまた蛍光物質についてノーベル賞を取られたんですね。で、ですから岩波書店が出している「化学」という講座を出してですね、ノーベル賞と学問の系譜という大きな特集記事を出してですね、で、私にノーベル物理学賞のメインの記事の依頼があったんですね。これで、そういう非常に大切な機会なので、力を入れて、素粒子物理学の50年という記事を書いたんですが、で、その雑誌を受け取ったらですね、実は生物学者の下村先生の業績についても書いた人がですね、半世紀の歴史っていう、同じようなタイトルのですね、記事を書いてるんですね。で、誰が書いたんだろうと思ったら、宮脇敦。聞いたことあるなぁと思ったんですが、宮城君じゃないですか。ですから実は岐阜高校の100、昭和55年度卒業生がこの両方の記事を書いたということでありました。で、こんなんでですね、高校の同級生、皆さんも今在学中の皆さんもですね、高校の時にいろんな同級生と付き合ったり、お互いに刺激し合ったりすることがありますが、これはもう本当に非常に長い付き合いでありまして、で今の、友人関係というのは本当に大切になさることをお勧めいたします。で、もちろん同級生だけじゃなくて、岐阜高校、先ほど岐阜高校の卒業生は各界で活躍しているというお話がありましたけれども、私もさまざまなところでですね、岐阜高校の卒業生に会う機会がありました。で、
私は今月まで東京大学のカブリ生物連携宇宙研究機構という機構研究所の機構長、所長をしておりましたけれども、これができたのが2007年、今から16年前なんですね。で、それができたときに、まずは研究所の建物を作らなきゃいけないっていうので、その東京大学にいた建築学科の先生に設計を依頼したんです。で、それが大野俊英さん。だったんですね。で、これが私のが研究主張しておりました研究所の建物なんですが、これを設計していただいたのが大野俊一さん。これ先ほどちょっとご紹介がありましたけれども、実は昭和43年度の卒業の大先輩でありまして、岐阜高校の新校舎を設計されて、今年はまた150周年のモニュメントも設計されたということで、先ほどビデオを拝見いたしました。これを見ると、やはりなんかスタイルに少し共通性があるような感じもしますね。で、こんな風にですね、さまざまなところで岐阜高校の同級生、先輩、後輩が活躍しているところに出会うことができました。で、今日どんなお話をすればいいかなということで、いろいろ担当の方ともご相談して、それで、特に在校生もたくさん来ていて、その高校生へのメッセージになるような話をしてくれということがありましたので、これから実は私のキャリアに、これまでのキャリアについて少しご紹介をしようと思います。で、しかしですね、実はキャリアの選択っていうのは、なんか私は物理学者なので、何でも基本原理から導くっていうのが好きなんですが、やはりキャリアの選択っていうのはそういうことができるわけではないので、それが成功するか失敗するかっていうのは偶然に左右されることがあるんですね。ですから、できるだけその自分の経歴を自慢したりとか、アバンやマウントを取るというようなことはなくですね、特にキャリアの選択の失敗などについても、ちょっとご紹介、自虐的にご紹介しようかなと思っております。で、いろんな人からですね、そういうふうにいろんなキャリア、どういうふうにしてキャリアを選んだかっていうのを聞くっていうのは役に立つことかなと思って、私は伝記を読んだりするのも結構好きなんですけども、そういうわけで特に在校生の皆さんに役に立つお話がしたいなと思って準備してまいりました。で、私は岐阜高校を卒業後、京都大学に進んで物理学を学びまして、それでその同大学のあの失礼あ失礼しました。ソリューション研究室に進学しました。それと進学したのが1984年でありまして、で、これは実はとってもこの素粒子論についてはとっては大切な年だったんですね。それをちょっと素粒子論の話になりますが、少しご紹介します。で、実はその話はそもそもはその20年前の1960年代の半ばまで遡ります。で、これはアメリカのカリフォルニア州のバークレーという、ここサンフランシスコの対岸ですが、そこに当時最新鋭の素粒子の実験施設がありまして、そこでもう膨大な数の新しい素粒子が次々に見つかったんですね。で、ね、それで素粒子論っていうのは、実験的なデータがたくさんあって、理論物理学者はそこにどういうふうにして説明をしていったらいいのかよくわからないという、そういう混沌な状態にあったわけです。で、そこに一つの道筋を作ったのが、先ほどご紹介しました、2009年にノーベル物理学賞を受賞された南部陽一郎先生なんですが、これは素粒子が紐のような伸びたものでできているとすると、こういうさまざまな素粒子の性質が説明できるという理論を作ったんですね。で、これでうまくいくかなと思ったんですが、実はこの南部先生の理論にはバークレーの実験では見つかってないような奇妙な素粒子が含まれた。で、この素粒子は一体何なんだと。で、そしたらですね、2年ぐらい後に、その北海道大学で当時大学院生をしていた米田民明先生がですね、この奇妙な粒子っていうのは重力を伝える働きをするということを理論的に発見したんですね。で、それでですね、この後に私がカリフォルニア工科大学で同僚になるシュバルツさんという人がですね、この重力まで含まれているんだったら、それを使えば究極の統一理論ができるんじゃないかということを思いついてですね。で、彼は後にこの発見をした時に、私はこの原理論というものの研究に生涯を捧げようと決意しましたと。そういうことを言っているんですね。で、ところがですね、話にはまだ転換がありまして、実はそのままでは素粒子論の模型としては欠陥がありました。で、電子っていうのは非常に重要な素粒子なんですけれども、それの基本的な性質がどうしても当時はこの南部先生の原理論では説明できなかったんですね。で、シュバルツさんはですね、他の、研究者の人たちがその原理論をですね、見放しているときに、一人でコツコツと
10年間この理論を研究して、それで1984年の夏にですね、このアスペン物理学センター、今私が理事長をしているセンターですが、そこで実はその電子の性質を説明する方法を10年かけてやっと発明したんですね。これがその1984年当時のこう写真で、これが今年の夏撮った写真なんですが、でこれがいわゆる超弦理論革命という、まあ、素粒子の世界に、素粒子論の世界に、まあ、革命的な発展があったわけです。でちょうど私はこの年に大学院に入ることになりましてですね、で先ほど申しましたように、それまで超弦理論っていう、この弦理論という理論はですね、まあ素粒子の電子の性質でもうまく説明できないから、あんまり見込みないだろうと思って研究している人はほとんどいなかったんですね。で特に日本にはあまりいなかったので、その大学1年生でもです、大学院1年生でもですね、一生懸命勉強すると、まあ、研究の最先端に立つことができて、すぐに業績を上げることができたということで、まあ、非常にありがたいタイミングではありました。でこう、まあ、大学院の勉強についていうことについてちょっとお話ししたいと思うんですけれども、先ほど高校や大学の勉強の目標っていうのは、自分の頭で考える力を伸ばす、でそのために必要な知識や技術を身につけるということ、でそれを言葉で伝える力を伸ばす、そういうふうに申しました。でこの3つはどれもですね、まあ、先生に言われてですね、一生懸命勉強して身につくと、まあ、そういう力なわけですね。でところがですね、大学院の目標っていうのはこれとは異なるんですね。でここをちょっとご説明しておきたいと思うんですが、これは実は昨年の春にですね、東京大学の大学院の入学式で祝辞を述べさせていただく機会がありまして、これ当時まだコロナ禍でこうマスクをしているんですけれども、この帽子はなんか東京大学の博士号を持った人、もらった人にもらえるものなんですけれども、ここで大学院、この新しい大学院生に向けてこうちょっとお話をさせていただいたんですね。でその時に申し上げたことをちょっと読みます。人類は何千年もの歴史の中で知識を積み重ね、それを共有の財産として文明を発展させてきました。大学院の目的の一つは、それをさらに押し広げることです。自分の力で新しい真理を発見したものだけに授けられるのが博士号です。ですから大学院の目標っていうのは、これまで誰も知らなかった真理を見つけるっていう、そういうことが大学院の目標なんですね。ですから、そう、まあ、東大の大学院に入った人たちですから、こういうこれまで の勉強の目標は全て満たしていると思われるわけですが、じゃあこの能力を使ってどのように使えればそういう価値のある発見ができるか、でそういうことを伝授しましょうっていう祝辞をしたんですね。でそれどういう力をつける必要があるか、で一つは問題を見つける力であるというふうに申しました。で大学までの教育っていうのは、与えられた問題を解くということに主眼が置かれてきました。しかし大学院ではこれまで誰も知らなかったことを発見しなければいけないので、自ら問題を見つける力が求められる。これがもう一つです。でもう一つ重要になるのが、粘り強く考えることができる。これまで誰も見つけたことがないことを見つけるわけですから、例えば日本で最初にノーベル賞を受賞した湯川秀樹博士の自伝、旅人という自伝があるんですが、そこの中に未知の世界を探求する者は地図を持たない旅人であるというふうに述べています。こう地図を持たずにこううろうろうろ歩き回ってですね、でどっかに真理を見つけようとしているわけなので、すぐには見つからないわけですよね。でそれでも粘り強く考え続ける必要がある。でこれをした上で博士号を取ったということに価値があるというわけです。そういう計算されたリスクを取って、地図のないところに道を切り開き、これまで誰も知らなかったことを発見して人類の知識を押し広げる、そういう経験がその自信と力になる。でこれはですね、まあ、大学院を卒業した人、必ずしもそのまま学者になるわけではなくて、社会で活躍する人もいるんですけれども、まあ、社会のさまざまな場面でも、そういうこれまで何もなかったところに真実を見つけたという、そういう経験が役に立つのではないかと、まあ、そういうお話をしました。でこのですね、やはりこう問題を見つけて、それを粘り強く考え続ける力、これこそがですね、まあ、先ほどから何度か出ておきております、技巧魂ということではないかと思います。百節不当、自強不足、幾度失敗しても志を曲げない、自ら努め励んで悩まない、こういうことをですね、私もですね、高校の時に心の中からです、心の底からですね、学んだことで大学院に行って何度もですね、くじけそうになっても粘り強く考え続け、まあ、自然界の真実を見つけると
見つけて博士号をいただくということができるようになったわけですね。で、まさにですね、大学院というのはそのように知ることを欲する、まさにアリストテレスが言った人間は知ることを欲するという、そういう人間の本来の機能を発揮できる場所が大学院だというふうに思っています。で、大学院生になってですね、先ほど言いましたように、私が大学院に入った時には超弦理論革命という大きな素粒子論の革命がありまして、で、いろいろ研究をするんですが、そうするとですね、ある時にやはり長い間こう地図がないままですね、こううろうろ歩き回った末にですね、ある時に鍵になったなるアイデアを得ることがある。そうするとですね、研究室の帰り道に星空を見上げながらですね、今この答えを知っているのは世界に自分だけである、そういう感動を味わうことができます。で、それは素晴らしいことだったんですが、実は物事には裏の面もありまして、その当時日本ではほとんどそういう研究をしていた人がいなかったので、実は指導していただける先生や先輩もいなかったんですね。で、自己流でやらなければいけなかった。ですからですね、修士2年の時に遅まきながらアメリカの大学院を受験しました。で、どうしようかなと思っていた時に、実は東京大学から今の助教、昔助手って言ってましたけれども、それで来ないかというオファーがありまして、ここで一つ選択の岐路があったわけなんですけれども、助教になる東大に行くことを選びました。で、これはどういうしてそういうふうに考えたかっていうのをちょっとご説明しますと、アメリカの大学院に行くとですね、やはり大学院生の間に海外に行けば視野や人材、人脈が広がっただろうと。これはこれで良かったことだろうなと思います。でも、それよりも私は当時は超弦理論の研究が急速に進歩している時だったので、もう一回大学院生1年から始めると遅れを取ってしまう。そういうことを非常に恐れたということがあります。で、早くからそういうプロフェッショナルな研究者としての意識を持つことができたということも良かったのではないかなと思います。でもこれは選ばなかった人生なので、どちらが良かったかはちょっと分かりません。で、その東大で助教になって2年半経って、ようやくアメリカのプリンストンにある高等研究所というところに長期出張して研究することが許可されました。これが私のある意味でその研究者としての見識を広め、視野を広めたことだったと思うんですが、その時の、出会ったさまざまな友人が、やはり今でもですね、私の研究の上でとっても大切でした。で、実は私、去年、還暦を迎えたんですけれども、その時に東京大学とカリフォルニア工科大学の両方で還暦の記念のシンポジウムを開いていただきましたけれども、その時にもこの時に知り合ったさまざまな同僚の研究者たちが集まってくれました。で、こんなふうにですね、やはりアメリカに出ると、研究のリソースも多いし、それから研究者の数も多いし、研究のレベルも高いということで、アメリカで研究を続けたいなというふうに思うようになってきたんですね。で、そしたらちょうどその頃に、先ほどから何度も登場されている南部陽一郎先生からこう電話がありまして、シカゴ大学の助教授にならないかというお話をいただきました。で、これはもう渡りに船だと私は思いましてですね。で、シカゴ大学の助教授になったんですけれども、こういう、だからこれまでこういう選択をしてきたわけですね。海外に留学するか、東大の助手になるか。で、東大の助手になった後で、プリンストンの高等研究所に行って、で、東大に戻るか、それともシカゴ大学の助教授になるかっていうので、こっちを選んだんですけれども、しかしですね、これが失敗だったんですね。で、実は行ってすぐに自分で自覚したんですが、これ全く実力不足で、当時まだ27歳だったんですけども、博士号を取ったばっかりで、アメリカに行ってまだ1年ぐらいで、英語力も十分ではなかったんで、しかもアメリカの大学の先生っていうのは、ある意味で個人商店の営業者っていうか、中小企業の社長みたいなところがありまして、研究費は自分で取ってこなきゃいけないわ、発足のとか学生の面倒を見たりとかですね、で、教授会でそういう自分の利益を主張したりとかですね、そういうことをしなければいけないので、とっても助教授が務まらないなと、その時にもう一定数ヶ月後に悟ってしまったんですね。で、これは失敗したというふうに思いました。で、やはり自分の能力をよくよく理解して、ちゃんとできるかどうかっていうのを判断していくべきだったというふうに思ったんですね。で、幸いなことに、当時、京都大学の数理解析研究所というところで所長されていた佐藤幹夫先生、実は今年の、初めにお亡くなりになったんですけれども、
その方からそうやってこう白旗を上げていた時にですね、電話があってですね、じゃあ教壇に戻ってきませんかっていう声をかけてくださいました。で、結局ですね、本当に南部先生には申し訳ないことをしたと思っているんですけれども、シカゴ大学には半年在籍しただけで、京都大学の数理解析研究所の、まあ、今いう准教授っていうやつですが、に、していただきました。で、よくですね、こういう話をするとですね、なんでもうちょっと頑張んなかったんだっていうことを言われることがあります。もうすぐに日本に帰らずに、もう少しシカゴでやってみようっていうふうには思わなかったんですかっていうことを聞かれるんですが、私が思ったのは、やはり研究者のキャリアっていうのは、まあ、自分のキャリアっていうのは様々なステージがあってですね、適切な時期に適切なステージに進む必要があるのではないかなというふうに思います。で、その当時は、私はまだ研究者として始めたばっかりで、業績も少なく、その研究に集中して、まあ、自分研究者として、まあ、自分自らを確立するべきだ時だったというふうに思っています。で、そのためにはですね、実は一回尻尾を巻いて京都に帰ってきたのが良かったんではないかなと、まあ、もちろんこれもですね、選ばなかった人生なのでわからないんですが、そういうふうに思っております。で、実際この佐藤幹夫先生が所長されている数理解析研究所っていうのはとても自由で開放的な環境で、特に何を研究したらいいかっていうのをよくよく考える機会になりました。この佐藤先生ご自身がですね、よくおっしゃってたのは、この彼は数学者なんですけれども、朝起きた時に今日一日数学をやるぞと思っているようでは、もうとってもものにならないっていうんですね。こう、とにかくですね、数学を考えながらいつの間にか眠って、朝目が覚めた時にはすでに数学の世界に入ってなければいけないと。こういうことを言うんですね。これ数学者としては非常に理想的な態度で、多分でも周りの人はとても迷惑なんじゃないかなと思うんですけど、そういうなんていうか、わがままな研究態度が許されるという、そういう研究所、所長自身がこういう人だったので、許される研究所だったんですね。で、それでですね、先ほど申しましたように、まあ、シカゴ大学に残らずにですね、自ら、研究者として自らを確立するためにですね、京都に一回帰ってきたんですけれども、どういう研究をすることに価値があるかっていうことをよくよく考えたわけです。で、その時に私はやはりこれも高校の時に読んだ古典の一つなんですけれども、アンリ・ポアンカレという、まあ、20世紀初頭の、偉大な数学者がおりまして、彼が科学と方法、まあ、科学というのをどういうふうに研究するかっていうことを書いた本が、今並文庫の中にあるんですね。で、ここの中にですね、その特定、どういう研究に価値があるかっていうことを、この本の一番最後のところに書いてあるんですね。ご予想をちょっと読んでみますと、その特定のこと以外に何も教えず、何も新しいものを生み出すことがない発見がある。だから何か発見したぞ、これは誰も知らなかった、すごいだろうって言っても、実はそれはそれだけのことで、他に何にも役に立たない発見っていうのも世の中にあるんだっていう、僕も自らの研究論文を読んでですね、ドキッとするようなことをこう書いてあるんですね。で、それに対して、その一つ一つが新しい法則を教え、大きなリターンをもたらす発見がある。研究者であるからには、その研究の方向っていうのを選択しなければいけないんですね。時間は有限ですから、自分の時間をどこに振り分けるかっていうことを考えなきゃ、選択しなければいけない。で、その時に、やはり、そのこと以外には何も教えず、何も新しいものを生み出すことがないような発見をするに力を注ぐのではなく、一つ一つが新しい法則を教え、大きなリターンをもたらすと、そういう発見をしなければいけないということをポアンカレーは言ってるんですね。で、そうした方向に科学が発展していくと、それらを結びつけるものがより鮮明に現れていく。これが普遍科学の言うところの、彼の言うところの普遍科学の地図の全貌である。それが垣間見られる。で、とにかくさらに多くの科学の発展につながるような普遍的な発見に価値があるということを、ポアンカレーは教えている。で、まあ、私もですね、これを読んで、そういう研究を目指そう。もちろん、こういう研究っていうのは、すぐにできるわけではなくて、時間がかかるわけですけれども、それにこそ、百節不当の精神でですね、取り組んでいく価値があることであると思ったわけですね。こう学問っていうのはやっぱりこう進歩するにつれて、どん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 細分化していくわけです。で、こう細分化されていった、まあ、学問分野があるんですけれども、そのポアンカレの言っているこの普遍的な発見っていうのは、そうした細分化した分野に新たなつながりを生み出すと。
そして新たな発展を促すと、そういうものを目指しなさいと、ホアン・カレーは言ったんですね。ですから私も新しい研究テーマに取り組むときにはですね、まず普遍的な価値があるかと、で、広い分野にインパクトが与えられるかと、そういうことを自らに問うようにしています。で、こういうふうにしてですね、京都大学に一旦尻尾を巻いて帰ってきてですね、4年間一生懸命研究だけに、本当に佐藤先生がお教えのようにわがままな研究態度でですね、研究に精進していたんですが、そのおかげで実はアメリカの素晴らしいところはセカンドチャンスをいただけるということで、セカンドチャンスをいただきました。それで京都大学での研究業績は認められて、1994年にカリフォルニア大学のバークレー校というところの教授にしていただきました。これはサンフランシスコですが、バークレーというのはこのサンフランシスコの対岸の、本当に素晴らしい研究環境のところですね。で、じゃあもう一度アメリカでに挑戦してみようとこう思ったわけです。で、今ここなんですけれども、すいません、ややこしい。だから、シカゴ大学で一貫自分が実力不足だということが分かってですね、で、そのままですね、シカゴに残ってですね、テニア審査を受けるという道もあったんですけれども、一旦尻尾を巻いて京都に帰ってきて、そこで自分の研究の仕方っていうのをもう反省し直してですね、で、アメリカに再挑戦して、今、ここカリフォルニア大学のバークレー校に戻ってきたというわけなんで、ですからシカゴ大学に行った時はそんなんで、本当に準備不足で、南部先生にもご迷惑をかけたので、その時の反省を踏まえてですね、よくよく長期的な計画を練って研究グループを構築して、それから後進の指導にも力を入れて、アメリカの大学の教授としての、役割が果たせるようにしました。で、その時に教えていた学生たちはですね、今やテキサス大学とかスタンフォード大学とかアムステル大学とかですね、東大の教授になっているような人もいてですね、皆さん、学会の各分野で活躍をされています。で、その時にですね、長期的な研究というので何を目指すべきか。という時にですね、一つ私が心がけているのが、不易流行ということであります。不易流行というのは、松尾芭蕉の、考え方なんですけれども、これはいつまでも変わらないものの中に新しい変化を取り入れると。そういう考え方だというふうにお聞きしています。で、これは松尾芭蕉がですね、奥の細道でですね、東北の方に行ってですね、出羽三山の、険しい山の中を、霊山ですね、訪ねているという、その羽黒岩を訪れたときに、こういう発想を得たというふうに聞いております。で、それで東北を横切ってですね、新潟に出た。で、そこで読んだのが有名な荒波や佐渡に横と天の川。そういう俳句がありますね。で、これはですね、天の川という、宇宙はですね、変転極まりない流行であり、しかし永不変の不易でもあると。そういうことを歌った歌であるというふうに聞いています。で、私はこれに学びまして、研究においてもですね、現状をよく理解して、学問を大きく進歩させるポイントが何であるかっていうのを見極めなければいけないというふうにいつも思っております。で、これはどういうことかっていうと、先ほど見ましたように、物理学っていうのは、自然界の基本法則を見つけると。そういうことが、学問の目的で、それで基本法則を見つけて、それから自然、森羅万象のことを、数学的に理解していこうという、そういう学問なんですけれども、しかしですね、今解ける問題と、それから今はまだ準備ができていなくって、もっと準備ができてから解けるようになる問題というのがあるわけですね。やはり学問には流れというものがあって、で、今、ここの学問の状況で解ける問題を見極めるということも重要である。で、これを流行というふうに思うんだと思います。で、ですから、その学問の状況を俯瞰してよく理解して、今できるものでの中で、基本法則という不易に価値のある研究をしたい。この両方が大切であるというふうに思います。で、ですから私はこの不易流行ということをですね、常に
心がけて研究して、松尾芭蕉っていうのは私が好きな文学者の一人なんですけれども、今回実は18楼に宿泊、川向こうの18楼に宿泊させていただいてるんですが、18楼っていうのも松尾芭蕉の言葉だっていうことを学びました。まあ本当にいろいろいいことを言う人ですよね。で私はこの不易流行ということを学問の導きの意図にしております。でまあ、そんなんでですね、このその後もいろいろややこしい人生を歩んでですね、まあ、こういうふうにしているんですけれども、とにかくですね、人生にはこういろいろ選択する機会があるというふうに思います。でそういう時にじゃあどういうプリンシプルで選んだらいいか、先ほどキャリアの選択は基本原理から導けるわけではないというふうに申しましたけれども、それでもなんかその選ぶ、まあ、根拠が欲しいと思うわけですね。で、まあ、こう基本原理ということではないんですけども、私は迷ったら楽しそうな方を選ぶということを一つ考えること、これは私の発明ではなくて京都大学の先輩の東島清さんという方に教えていただいたんですが、実は東京大学の助手になった時に彼も先輩で助手でいらしてですね、で私はまだ修士で助手になったばっかりでいろいろ困ったことがいろいろ起きたんですけれども、その時にアドバイスをしてくださったのが東島さんでした。で、その時に教えてくださったことの一つが、迷ったら楽しそうな方を選べばいいんだよって、まあ、彼は九州男児だったので、まあ、軽い気持ちでおっしゃったんだと思うんですけど、これは実は深い言葉だなと私は思いまして、で楽しいって言っても、まあ、なんていうか、その時の一時的な享楽という意味ではなく、やはり特に研究者は、まあ、物事、新しい真理を発見したいということを目指しているわけなので、その知るということ、真理を発見するということが自分たちの機能を発見する最も充実することである。で、それを楽しいというふうに私は考えるわけですね。ですから、そういう楽しそうな方向、そういう意味での楽しそうな方向を選ぶ、自分の探求心が活かせる方向を選ぶと、そういうことを選択の一つの根拠にしておりますね。まあ、もちろん失敗、先ほども何度か出てきましたように、キャリアの選択でそうして失敗することもあるんですよね。例えばシカゴ大学からオファーをいただいた、南部先生から電話をいただいた時も、なんとなくシカゴ大学に行ったら楽しいかななんてというですね、安直な根拠でですね、行ってしまって、いろんな方に迷惑をかけたんですけれども、でもまあ、楽しいと自分が思える方向を選んだんだから、まあ、それで自分も納得できるというふうに思っております。で、まあ、これまでですね、こんなふうにですね、私のキャリアについてこうちょっとご説明してきましてですね、で今は東京大学のカブリ数物連携宇宙研究機構というものを立ち上げることにも参加して、5年ほど所長もしてまいりました。これなんかちょっといかめしい名前なんですけれども、英語の名前の方が分かりやすくって、 Institute for the Physics and Mathematics of the Universe、 宇宙の物理学と数学を研究する場所であるという、そういうところなんですね。で、この宇宙の研究っていうのについて、ちょっとまあ、私のこれまでのどういうつもりで研究してるかっていうのを最後にちょっとお話ししたいと思います。私は皆さんが四股界に行くのを妨げているので、まあ、あんまり時間を取らせないようにですね、お話をしようと思います。で、宇宙の研究をするっていうのはまあどういうことかっていう、まあ、ちょっとそういう、まあ、例えみたいな話をしようと思います。で、皆さんに質問なんですが、夜空が暗いのはなぜだと思いますか？ちょっと考えてみてください。夜空暗いですよね。で、夜空暗いのはなぜかという、まあ、こういうふうに聞くとですね、大体太陽がないからだなんていうのは正解ではないんですね。なんか違う答えがある。で、それをちょっとお話ししようと思います。で、まあ、それに行く、まあ、前座としてですね、このアシモフの、まあ、アイザック・アシモフという私の、好きな小説家の一人なんですけれども、夜来たるっていう、まあ、短編小説があります。で、これは、まあ、空想上の、SF ですから空想上の惑星なんですが、ラガシュっていう惑星がありまして、で、私たちの地球はですね、一つの太陽の周りをぐるぐる回ってるんですけれども、ラガシュの惑星系には、6つ太陽があるっていうんですね。で、そこの中をなんか惑星が複雑な軌道でこう移動していると。で、6つの太陽があるわけなので、夜がない星だったんですね。それが夜来たるっていうタイトルなんですけれども、その例えばこんなふうに6個太陽がある。そうすると、夜がないんですね。で、ところが、まあ、ラガシュっていう星には不思議な言い伝えがあって、2000年に一度ですね、文明が滅びる。
2000年に一度文明が滅びてしまって、で、また浦賀氏の人たちが文明を再構築して、やっと繁栄したと思ったら、また2000年で文明が崩壊してしまうという、そういうことが繰り返されている。で、これは一体どういうことなんだということが謎だったんですね。で、ところがですね、そのある時に2000年が来てですね、こういうことが起きるんですね。浦賀氏には実は野回りには、その人たちは知らなかったんですが、月がある。で、月がたまたまこの、この太陽と地球の間に入ってですね、月食を起こす。月食じゃない、日食を起こす。で、そうするとですね、浦賀氏の人たちが初めて見る暗黒の宇宙が見えたんですね。で、そこには幾万もの星が輝いている。で、これは、そうするとですね、浦賀氏の人たちがそれまで持っていた世界観っていうのが崩壊してしまったわけです。で、浦賀氏の人たちの文明を支えていた宗教であるとか文化っていうものは、夜が来ないということを前提にして作られていた。で、ところがですね、浦賀氏の人たちは、それを見てですね、私たちはこれまで何も知らなかったと、私たちが拠り所にしていた宗教というのは何も意味がなかったということで、人々の世界像が覆って文明が崩壊してしまう。これが2000年に1回繰り返されるという、まあ、そういうお話なんですね。で、もちろん、私たちは地球のはですね、一つの太陽の周りを回っているので、夜は1回しか来ないんですよね。で、夜は来るわけ。毎日夜は来るわけです。で、そうすると夜はなぜ暗いかっていうことなんですけれども、実はですね、よくよく考えてみると、ラガシと同じようにですね、地球にも夜は来ないはずなんですね。で、それをご説明します。これがお聞きになったこともあるかもしれませんが、オルバースのパラドックス。これは今から何百年も前にドイツの人が、200年、300年ぐらい前かな、オルバースっていう人が考えたんですけれども、ご説明します。地球のところ周りに光を放つものっていうのは太陽の他に、まあ、様々な恒星、星々もありますよね。で、星々っていうのはたくさんあるわけです。で、例えば、ところが星からの光の強さっていうのは距離が遠くなると弱くなりますよね。で、具体的には距離が倍になると4分の1になります。それを反事象の法則っていうんですけれども、距離の事象に反比例して光が弱くなるんですね。だから距離が倍になると4分の1になる。距離が3倍になると9分の1になる。距離が4倍になると16分の1になるわけです。だから遠くの星からの光っていうのは弱いわけですね。で、弱いんですけれども、遠くになるほど星の数は増えるんですね。それはどういうことかっていうと、例えば、ある地球からある距離のところの星を見たとします。で、まあ、ある程度の強さがあるわけですね。で、そこから倍の距離の星を見たとします。そうすると、一個一個は4分の1の光しか放たない、見えないわけですけれども、でも、距離が倍になると、まあ、例えば地球の周りを覆っている、まあ、球のようなものをちょっと考えていただきたいんですけれども、地球からある距離にあるところに、こう、球を考えますよね。で、そこの上に星がたくさんある。で、今度、距離が倍になると、2倍の半径の球があって、そこにも星があるんですが、距離が倍になると面積は4倍になりますから、地球から4倍の距離に、あ、倍の距離、2倍の距離にある星っていうのは、4倍あるわけです。で、一個一個は、光の強さっていうのは4分の1なんですけれども、星が4倍あるから、地球から倍の距離にある星たちからの光の強さっていうのは、地球からのある距離にある星からの強さっていうのと、それから地球、そこから倍の距離にある星たちからの光の強さっていうのは同じなんですね。いいですか？一個一個の星からの光の強さっていうのは、距離が倍になると4分の1になりますけれども、距離が倍のところには星が4倍ありますから、全体の強さは同じなんです。で、距離が3倍になると、一個一個の星からの光の強さっていうのは9分の1になりますけれども、距離が3倍になると星は9倍ありますから、そうすると全部では同じ強さで光が注いでくることになる。4倍になっても同じ、5倍になっても同じ、100万倍になっても同じなわけです。で、そうするとですね、宇宙が無限に広くてですね、星が一様に分布しているとしたら、地球からある距離にある星の光と倍の距離と3倍の距離から全部同じ光が地球に注ぐわけなので、無限の光が地球に注ぐということになるわけですね。ですから、地球の表面っていうのは、地球の上、空っていうのは、夜であっても昼であっても、太陽と同じの表面と同じように光り輝いていなければいけないはずなんです。でも、それは私たちの観察には反しているわけですよね。夜になると、空は暗くなるわけです。じゃあ一体、今の説明のどこか間違っているんであろうか。それがパラドックスなわけです。で、私の知る限りですね、
このパラドックスに正しい答えを与えた人は、ここに書いてありますが、距離が2倍になっても星々から届く光の強さは同じなので、これらの光が合わさると夜空は無限の強さで輝くはずであるというのがパラドックス。で、夜であっても昼であってもですね。で、このパラドックスに対して正しい答えを与えたというのが、エドガー・アラン・ポーです。名前をご存知の方もいるかもしれませんが、世界で最初に探偵小説を書いたということでもご存知かもしれませんが、彼は小説家としても詩人としても編集者としても非常に、力量のある人だったんですが、彼が死ぬ前の年に書いたユリーカっていう長編の詩集があります。で、日本でもユリーカっていう雑誌がありますよね。で、ここにですね、彼はこの問題を提示してそれを解いてるんですね。で、これを読んでいます。星々に限りがなければ、空の背景には星の存在しない点など絶対にありえないので、そうですね、星が無限大にあったらどっちを向いても星があるはずである。空は銀河のように一様の輝きを見せるはずである。これがオルバースのパラドックスをカレ流にまとめた言葉なんですね。で、にもかかわらず、望遠鏡であらゆる方向に空虚な世界が見つかっていると。これはどう説明するのか。ということは、距離があまりに遠いので、我々のところまで光線が届いていないと考えるしかないということを言ったんですね。で、実はこれが正しい説明なんです。で、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、実は彼、エドガー・アラン・ポーが仮定していることがあって、遠いと我々のところまで光が届いてないということは、宇宙に始まりがあったということなんですね。宇宙に始まりがなくて、無限の過去から宇宙があったのであれば、どんな遠くからでも光が届くわけです。ですから、光がまだ届いてないってことは、宇宙に始まりがあった。で、これは実は正しい発見だったんですね。このエドガー・アラン・ポーがこれを言ってから80年ぐらい後に、ウィルソン山、アメリカのカリフォルニアにあるウィルソン山というところにある天文台のエドウィン・ハッブルという人が、遠くの銀河ほど地球から早く遠ざかっているということを発見してですね、で、これはですね、宇宙が膨張しているということの証拠になったんですね。実はこのハッブルの、天文台、ウィルソン山の天文台というのは、私の、カリフォルニア工科大学のオフィスからこう見えるんですけれども、よくだから訪問者があるとですね、あそこで宇宙が膨張していることが発見されたんだよって言うんですけども、今、宇宙がこう膨張しているということは、それをですね、フィルムを逆回しにするように過去に遡っていくと、過去に高密度の瞬間があったんですね。で、これをビッグバンと呼んでいます。で、ビッグバンがあったということは、宇宙にこう始まりがあったということで、ですから宇宙はですね、無限過去からあったわけではなくて、宇宙には始まりがあった。宇宙に始まりがあって、今ではですね、宇宙っていうのは138億年前にできたというふうに知られています。で、光っていうのは有限の速さ、一光年という言葉を聞いたことがありますけれども、あると思いますけれども、光っていうのは1秒間の間に地球を7回り半ぐらいするくらいの速さで飛べるんですね。で、いくら速いといっても有限の速さなので、そうすると、1年前に出た光っていうのは1光年しか飛べないわけです。で、宇宙っていうのは138億年前にできたわけなので、そうすると138億光年より先には星はないんですね。ですから、このオルバースのパラドックスを作るときに、宇宙に無限の、無限、宇宙が星々で無限に、こう、一様に、星が一様に宇宙を満ちているとしたら、パラドックスであると言ったんですけれども、もし宇宙に始まりがあれば、138億光年より先の星は見えないので、宇宙が、夜空が暗くあっても、矛盾しないと。宇宙は無限に輝くわけではないということが、それから導かれるわけです。で、これがまさにエドガー・アラン・ポーが指摘したことだったというふうに思います。この夜空はなぜ暗いかっていうのは、実はですね、宇宙に始まりがあったということの、重要な証拠の一つであるというふうに現在では理解されています。で、地球にはですね、こんなふうにですね、毎日夜が来てですね、で、星々を見ることができるので、我々は宇宙の神秘を理解できる。で、特にですね、このようにですね、夜空が暗いというのは、宇宙に始まりがあった証拠であるというのが、今の研究の一つの結論であります。ですから、皆さんもですね、今日夜になったらですね、一度空をご覧になってですね、これが暗いのはですね、実は宇宙に始まりがあったから、暗いところっていうのは、実は宇宙が始まったところを見ているのだと、いうふうに、ちょっと宇宙の歴史について思いを馳せていただけたらなというふうに思います。
で、まあ、こんなふうにですね、やはりまあ、私は研究者で、佐藤先生がおっしゃったように、まあ、非常にわがままな人生を歩んできたんですけれども、でもこれをまたですね、いろんな人に伝えるということも研究者の、一つの重要な役割かなと思っております。で、これは有名な神学者のトーマス・アクイナスという人がですね、神学大全という本に書いた言葉なんですが、単に輝きを発するよりも、照明する方が、より、照明するというのは照らすということですね。より大いなことであるように、単に瞑想するよりも、瞑想の実りを他者に伝える方が、より大いなことである。まあ、トーマス・アクイナスは言っているわけですよね。で、それと同じように私もですね、まあ、こういう研究の成果を、まあ、いろんな形で社会に伝えるということにも努力しております。で、これは例えば去年、アメリカのアスペンス、音楽祭でこう数学と音楽の関係についてこうお話ししたときの話なんですが、これはアムステルダム、ドイツのミュンヘンとかですね、ハンブル、まあ、いろんなところでこう講演をする機会をいただいています。で、まあ、さまざまな社会の一般の方向けの本もこう書かせていただいておりまして、特にこの真ん中の本は先ほど出てきました、科学出版賞を受賞したんですけれども、数学の本でもですね、まあ、いろいろ大学の教養とかでも読んでいただいている本があります。まあ、こういう本を書く上でもですね、やはり岐阜高校の時に学んだこう考えを伝える力というものがとても役に立っております。特に古典をいろいろ暗記させられたということがですね、こう文章を書く上で本当に役に立っていてありがたいなと思っております。まあ、こういうものに基づいてこう映画などを作ってですね、これをまたまあ世界各地でこう世界6カ国語にこう翻訳されたりして公開されたりしております。で、一昨年はですね、また科学と社会の関係をその中で基礎科学というのにはどういう意義があるかということを考える、そういう本も出版いたしました。で、まあ、先ほど不易流行ということを申しましたけれども、これは今年の2月に日経新聞に紹介していただいたプロファイルインタビュー記事ですが、そこの中でも、まあ、私の研究の、まあ、目標というのは、数学の力で真実に出会うということを目標にしてまいりました。で、これはまあ、私の子供の頃の原体験でありますところの、この世界には真実があって、で、私たちはそれを知ることができると。で、それをまあ、これまで、そういう、それも私の、まあ、キャリアにしていきたいということを、望みまして、で、これを、岐阜高校のおかげで、こう、実現することができた。非常に、感謝している次第であります。で、このようにですね、まあ、岐阜高校の先生方から学んだことというのはですね、まあ、古典であるとかですね、ものの考え方、表現の仕方、様々なことについて、その後の人生で大切でした。また、百節不答という考え方もですね、技巧魂もですね、私の、まあ、研究者としての持久力に非常に助かりました。また、素晴らしい友人たちに出会うこともできました。まあ、そういう意味でですね、岐阜高校は私にですね、世界への窓を開いて自由にしてくださったと。私のポシビリティをアンリッシュしてくださったというふうに思います。本日は150周年、誠におめでとうございます。ご拝聴ありが、あの、ご清聴ありがとうございました。お聞きして、貴重なご講演ありがとうございました。続きまして、花束贈呈に移ります。全校生徒を代表して1年生の野々村知沙さんから花束を贈呈していただきます。大栗先生、舞台の中央までお進みください。